はい、はい、約もうすぐ2時間になります。11時開始から休憩入れたら2時間経ちませんが、これが、新しい提案です。要は感染を防ぐというわけでもない、 100% 防げますとかこれをしましょうとかいうわけではないです。提案ですから。で、一つとしてかん、リスクを下げるというための作業の一つの提案です。要はこれからはグルーミングを受ける側、作業する側、これとの対話ってのが絶対に必要です。受け渡し受け取りでも、駐車場でお待ちください、電話をください、 LINE を入れてください、 LINE でメッセージ入れてください、何でもいいんです。そういう受け渡しっていうののコンタクトをきちっと何時って取って、例えば遅れるんだったら何分遅れますとか、で受け取りの役は誰にするとか、いろんなお店で決まりがあると思います。ですけど全てにおいて今までのようにポツンと店頭に行って、はいお願いしますは絶対無理ですし、電話一本より今からお願いしたいんですけどとか、いついつお願いしたいんですけど、はいいつでも連れてきてくださいと、何時頃ですって受け取ると、簡単に受け取るとか、遅れちゃってごめんなさいはなかなか難しくなる時代だと思います。でそこで受けてしまってからいきなりブラシすれば舞うわけですし、エアコンかけると、うちの、まあ、エアコンもそうですが、フィルターの掃除って3日に1回、下手すれば毎日やらなきゃいけないと思います。ただここに関しては消毒を扱っているためにコートの切れるの非常に僕らは嫌ってますから、週に 1,2 回で天井の埋め込み式ですけど、それそう構わないんですが、まとめてペット、うちのグルーミングの子たちやるのに、最初にブラッシングして作業をしてからクリッパー入れたり洗ったりっていう作業をしてた時と、今のようにいきなりから浴槽につけてから、あのコンディショナーを使ったあの作業をするっていうのを始めてから、エアコンの掃除はのフィルターの掃除は半分に減りました。そのくらい飛散する気が違います。それと一度水で流してしまった気を、が飛散するのと、受け負ったままの毛が飛散するのと大きな違いがあると思います。その飛散した毛が残っていれば、せっかく仕上げた子にまた降りかかる、そこで感染しますから、ぜひ、受け負った子をすぐにそのままブラッシングするんではなくて、浴槽で流してからするっていうことをすると、かなりの感染について減らすことができると思います。これが今回の新しい提案です。今までどこでも教わったの正しいんです。最初にブラッシングする、それから洗う。だけどこの時代になったら、その教え方ね、学校の先生であればその教え方で、皿のオーナーであればそのやり方ちょっと違う、変わって、ここが大きく変化だと思います。ですからぜひとも、先にシャンプーをするっていう方向からの実践に、これも変えていっていただきたいなと思います。時代によってそういうグルーミングって変化しますが、これはかなり、大事なことだと自分は、思っています。どこから来るかわからないし、来たお客さんにも広げない、エアコンの中に入ってしまった、ましてやどっかにこうつっついて、こういうところにうちでもつきます、ついた毛がまたそれが飛散して、せっかく仕上がった子を洗って仕上がった子について返してしまえば、それを持ち込んでしまうことになりますから、ぜひとも犬同士が感染するのがコートにあるのかどうか、それらを調べるよりもしない作業を先にした方がいいと思います。実際後になってから、これら猫同士も感染する、犬にも感染しました、そういう情報って流れてくるわけですから、先からこれをやっておけば、そういう例えば今後犬同士感染するとのいろんな情報が流れてきても対処できると思います。それとオーナーさんにぜひとも協力、分かっていただいている方が結構多くて、自分も、これらこのライブ始めて、非常に嬉しいです。そういう一つの提案ですね。でこれを、いいなと思う場合は取り入れてもらう、もしくはショップの方はのオーナーであれば見て、こういうやり方を変えましたっていうのが一つの方法です。オーナーさんに説明してください。で手入れもしてきてもらいたいなと思ったら、ぜひ教えてあげてください。ただ今教えるってなかなか難しいので、こういう
他の人もたぬかないライブやってると思います。自分の店に合った手入れの仕方っていうのがもしサイトであれば、何しこういうライブであれば教えてあげて、ここ見て手入れしてみてください、それでうちに持ち込んでくださいっていう一つのアドバイス、そういうのにお役に立てればいいなと思って始めたことは、これもう約半分まで来ましたから、頑張って100日チャレンジを自分が今回やってみたいと思っております。以上で、まあ、提案、あくまで提案ですから、これ投資のライブ上げておきますし、それ以外にも、YouTube にも載せております。 YouTube はスマッシュプードルチャンネルで、分かりやすいようにカテゴリー別にしてあります。英語に関しては長谷川さんが字幕入れ、あの日本語で入れてくれてますので分かりやすいようになってます。今後また、海外の人何人か、参入していただく予定もありますので、ぜひあとここも折り返してあと半分、同じような内容もあるし、つまらないかもしれない内容もたくさんあるかと思います。時間も、まあ、哺乳ちょっと手が空きました。哺乳、なかなか予告しながらの時間って難しかったりします。でプレゼント企画も、第3弾まで終わって4弾目ですね、今度ね、あ4弾終わったのか、じゃあ石鹸だから、5段目からですね、始めたいと思います。それと、朗報です。ウォールのクリッパー、ミニクリッパー1名様だったんですが、今回このライブによって、まあ、買っていただいた方が多かったようで、2名になりました。それともうちょっと後であの特別企画に関しては、かなりの高額商品、1名ですけど高額商品ですので、お伝えしたいと思います。まあ2名ですけどすぐ終わってしまいます。必ずあの自分からのダイレクトメール受けれるようにしてください。もう一つ、まあやったーってメールが来てありがとうございますは来るんですけど、連絡先がなかなか来なくて返すことができません。ですから、やばいやったわ、あと先に当選っていうダイレクトメール受け取ったらすぐに住所、郵便番号、住所、氏名、電話番号、E メールアドレス、これを送ってください。その早い順番から当選出してきます。でも本当にね、メールほとんどダイレクトメール送れないんです。どういうわけか、僕の方から送れないので、その辺確認もう一度、よろしくお願いしたいと思います。それと送ったら当選人数決まった時点でディレートします。ディレートした後にこの前のように、辞退しますって言われると期限減ってしまうので、ぜひ辞退し、とりあえず連絡先を教えるのが嫌で辞退しようと思っていたらお答えの方申し訳ないですけどしないでいただきたいなと思います。仕事に行っているので平日の昼間じゃないことを祈ります。ただまあ、人数が少ないのはかなり難しい時間にするか難しい問題にするか何か考えております。こんなで何か、まあ、僕の方としては、こういうところで、今回の役に立ったとか、まあ返事コメントいただけたら嬉しいし、もし後でこのライブを見た場合には、そうですね、ストーリーズとかに今日このライブを見たけどよかった、ここがよかった、取り入れたらいいとか上げていただくと、ストーリーズだとそのままストンって載って、自分も自分のストーリーズの方にも上げれるのでいいかなと。ダイレクトメールでいただくとお返事するのにものすごい量が一気に来て、なんか返してる人と返してない人と増えてしまうし、その中にいっぱいやり取りして、やり取りがどんどん増えてしまうんですね、ダイレクトメール。その中に結構こう、まあ、また重視的な部門とかいろんなことを聞かれたりすると答えられない部分もたくさんあるので、できれば、今日やったこのライブいい部分があればその部分で、あとストーリーに上げていただいたりするといいなと思います。長谷川さんの方にはまたこれ今撮っていただいているので動画アップしてもらいますから、 YouTube の方も、24時間過ぎてしまったら YouTube の方でぜひご覧になってみてください。あ、スダリッカーブラシは、もうあとここに届けばもう送れるような状況
況です。今、発注かけましたから、近いうちに、ここには届くと思います。ただ25本しかないんです、あの大きい方が。小さい方も、とりあえず分からないんで、少しの分だけ、自分の関係の人間の分だけにはちょっと取ってないかもしれません。もしそれ以上になってしまった場合は、次のオーダーするようになります。まあ、あの商品を進めているわけではないので、別にあの違う商品で同じ効力があって自分が持っているのを利用されても全然構いません。あとコンディショナーですが、あんなを大量に使うのでいいコンディショナーを使う必要もないかもしれません。例えば、余ってしまったとか、売れ残っているコンディショナー、例えば人間用の代用も余っていればとか安いのがあればそれを代用しても結構いけます。うちに関してはメーカーの、まあ、使うということになっているので、あえてメーカーであるものを使ってますが、別に、それでないコンディショナーは全然何でも構わないと思います。結構あの洗う前のコンディショナーはこだわることないと思います。ただ滑りを良くするだけなんです。ただ意外と濃くいいことにはストレス出にくいです。あそこ の, あのプラスパピーで作ってるコンディショナーは簡単にスプレーで出るんですけど、試したんですね、いろんなのを溶かしてみたんですが、薄いとき意味がないんです、これ滑りが悪いから。こういう風につけるとスプレーで出にくいです。だからボトルでかけてもいいかなと思いますし、その辺で自分はそのもう出来上がったコンディショナーを使ってるだけです。以上で、これを、提案ですから、これをネタに、自分のところでやりやすい方法っていうのをいろいろ掴んでみてください。他に何か質問ありますか？質問難しいですね。俺らやってることに関しての質問は全然構わないです。僕が答えれない部門、あのジャイアントさんとなんとかさんと何がいいですかとか、その辺はちょっと違う、難しいかなと。これがいいですって説明でなく、ジャイアントさんもたくさんいろんなところから今回このライブやって協力していただいて、いっぱい寄付していただいて、じゃんじゃん使ってくださいって、じゃんじゃん検証装置もどんどん使ってます。で昨日から、アイレックスのアルコールも届きました。でハンドタイプで、ただあのハンドプッシュできるので壁にも取り付けてるので、今日見ててませんが、実はもううちの、受付のカウンターにも使ってる、あの隅ですね、はい、グルーミングテーブル、あそこにのガラスの画面についてますが、壁で取り付けにしてます。もうありとあらゆるところに、いろんなものを置いてあって、手元の届くところにはこういうテシカジェルが置いてあったりとか、自分用にはこうやって置いてあったりしてます。ついついないと忘れちゃうっていうので、トイレ、シャンプー台、洗面所、いろんなところにスプレー、アルコール、玄関先にも置いてあって、まあ、IX の、 ハンド用のこのプッシュのボトルがすごい良くて、あちこち置いてます。値段的なものはもっと安いのあるかどうかわからないんですが、なかなかここもいろいろ探してみて、ジャイアントさん、結構、高額のだったり、楽天なんかですごい高額でびっくりするぐらいの値段だったり、あと小瓶で1900円ぐらいで売ってますが、ノートとか全然わからないし、1600円とか結構高めです。で20リッターであの金額だったらいいんじゃないかなと思ってます。あとアルコールも、2リッター分、もっと安いのに昔たくさんあります。今の日本のこの現状だと2リッターで1万以下って本当になくって、自分が近くのホームセンターで買って1680円のアルコールの500ミリのボトルが1万5000円ぐらいになってるし、ペッカジェルが1万5000円になってたり、5000円のペッカジェルがあるのというか、こんなハンド用のバッグに入れるやつだったり、もう通例のここでコンディショナーの前に使っていたのはオールパーパスの、はい、
もつれ、さっきあのもつれというか1ヶ月何も手入れしない子、いきなりコンディショナーで入っていかないので軽くシャンプーしました。その時に使ったシャンプーは今回のオールパーパスのスプレーシャンプー、使ってます。これオールパーパスをそのまま使うとよりも洗浄力すごい強いんです。何かその希釈してある液か何かが違うと思います。希釈どうか希釈してある液が。で、猫のブリーダーさん何も言って宇宙獣医さんとかも猫のブリーダーさんなんですが、やっぱり、使ってみてって渡したんですが、その希釈してあるっていうのはすごい猫の中でも汚れ落ちがいいって言われてました。だからあのちょっと汚れのひどい子にはあのスプレー式の方で、同じシャンプーでホワイトのスプレー式なんですけど、スプレー式だと汚れ落ちが早いです。ああいうののために時のためとか、あまり汚い子の足回りだけとかあのスプレー使ってます。あ、エレクスのある子、はい、エレクスさんは今回これに関してはすごい、その業界に関しては協力的にいろんなそういう消毒関係、役員関係入れてくれてるなというのはつくづく感じております。
ちらの方をまた見ていただければいいと思います。じゃあよろしいですか、これで終わりにさせていただきたいと思います。